今台北、桃園国際空港に着きました。今から台北の方に行きます。で、普通に行ってもいいんですけど、ちょっと今日はガオティエっていう台湾の高速鉄道に乗って台北に行きたいと思います。普通なら MRT で行けるんですけど、 MRT だと結構混んでるんですよ。なので僕はガオティエの方がやっぱり新幹線に乗れるってだけでちょっとワクワクするので、ちょっと遠回りになるんですけど、ガオティエのルートで行きたいと思います。そしてもし空いてたら、ガオティエのビジネスクラス、シャンウーゾーかな、シャンウーっていうのに乗ってみたいなと思います。それでは、桃園からまず MRT に乗って、ガオティエのタウエン駅に行きたいと思います。それでは今歩いてきて、ここシングルジャーニーチケットってところで、今いるところがエアポートターミナル1で、ここから A18 まで行きます。35元でガオティエタオユエンジャンに行きます。あ、日本語でもできますね。こっちです。あれ25元合ってるのかな。あれ25元で行ける。現金の方が安い。あ、レシートはない。あー、全区間10元引きになってるんだ。なるほど。2018年10月1日から全区間10元引き。なるほど。なので25元で行けるんだ。ではここから、プラットフォームに行きたいと思います。これをタッチ。おー、で、これですね。本当だったら台北はこっちに行くんですけど、1回 A18 まで6駅戻ります。あ、来ちゃった。これガオティエの方に行くのかな。1で2だから多分大丈夫。で、あっちが台北に行くので大丈夫です。これに乗ってガオティエ、なんだっけ、タオユエン駅に行きます。今の時間が2時43分。このトランスファーと HSR 高速鉄道へ乗り換えに行きます。ここから左です。そしてこちらに行きます。
ガオティエタオユエンっていうところですね、今。あっちか。ここじゃない。気をつけてください。あっちです。ガオティエタオユエンじゃん。危ない危ない。まあ、つながってはいると思うんですけど、あっちだったらストレートに行ける。こっちでーす。それでは行きます。結構並んでるけど、ビジネスクラスだと並ばなくていいみたいです。あ、台北車じゃん。到台北吗？ビジネスクラス。好，一位吗？一位。最后面的 window seat。我看一下啊。嗯。2:20哦。2:20号。对。最后面的 window seat 已经没了，第16排 window seat 可以吗 ？window seat 16。好好好。好。有会员吗？没有。好，那2:20台北这样440块哈，卡片帮我感应一下。可以喽。2:20台北，谢谢。好，谢谢你。おー、これ並ばなくていいな、嬉しいな。これだけ一気に飛ばせて、こっちも飛ばせた。さすがビジネスクリー。値段は、440元でした。クレジットカード決済でタッチ決済でした。いや、これはめっちゃ便利。では一風堂がある。一風堂があるけど、ラーメンじゃなくて弁当が売ってる。牛丼とか唐揚げ丼と弁当。へえ、ラーメンも売ってますよね。あ、ラーメンもある。ラーメンもある。へえ、ミスタードーナツもあるし、もうなんか日本にいるみたいな感じしますね。ちょっとセブンで飲み物だけ買っていきたいと思います。では乗っていきます。あ、ここが改札口で、このカードを日本と同じですね。ここに入れるタッチかな、わかんないんだよな。あ、Thank you。 あ、逆に入れるんだ、こうか。なるほどね。で、あそこにクリスマスツリーがあります。こちらが僕が座るシートです。2時20分の南岸行き0826に乗ります。
16の A。早点便当，然后我点的这个猪肉，好，谢谢你。これが猪肉便当ってやつです。美味しそうですね。もう紐から違いますよ。上に開くんだ。うわ、美味しそう。全然違う。これで100元はめっちゃお得ですね。お菓子は飲みきれませんね。タオユエンから台北短すぎる。せっかくもらったけど、お弁当もう食べる時間ほぼない。もう今番長に着きました。今やっとおしぼりを開けました。間に合うか。バンチャオから台北でこれを食べます。ちょっともう近い時間ですけど。
S クラス。めっちゃ広くてね、いいっす。すごい快適。時間にして。